はいどうもー、水溜りボンドです。お願いしますね。毎日は頑張っていきましょう。カントです。お願いします。グリーンバック服会、ありがとうございます。本日も、この服を召させていただきました。星野源さんのね、今かなりバズってる動画がありまして、うちで踊ろうっていう楽曲、皆さん知ってるでしょうか。星野源さんがインスタグラムにね投稿して、まあいろいろな人が自由に使っていいよっていうね動画なんですけど、まあ楽曲なんですけど、まあ今のいろいろな世間の状態とか、まあそういうことに向けた楽曲だと思うんですけども、もうファンなんですよね僕は。昔から聞かせていただいておりまして、やっぱなんかしたいなっていうのはありました。楽器ができるかといったらできないし、歌が歌えるかといったら歌えないし、できないかなそう思ってたんですけども、ちょっと一つだけまだ多分誰もやってないんですけども、できそうな、水溜りボンドでできそうなね、この楽曲をよりたくさんの人に伝える何か手伝いができたらなということで一つ思いつきました。でですね、僕まあ編集とか、まあね、ミュージックビデオとかも、まあ、作ったりすることもあるんですけどもね、まあ歌が歌えるわけでもない、果たして、楽曲ができるわけでもない。じゃあどうするか、文字になろうということでね、まあ僕の相方にとっては無茶ぶりなんですよ。もう完全に知らないんで、からあっちに待機してる、今日無茶ぶりに答えていただきたいなと思いつつ、狙いとしましては、僕自身まあ6年間毎日投稿してるんですけども、こういう感じでねテロップをこう打っていくわけじゃないですか。もう編集好きすぎて、私は文字になりたい。トミーくんのツッコミの文字を、トミーくんの体で体のフォント、トミーフォントを作りたい。出演交渉して、ここのグリーンバックでね、トミーくんで文字を作成いたしますと。そしてそれをゲンさんの曲に合わせて表示することによって、ゲンさんの素晴らしい歌詞を、トミーを通じて、少しでもね、みんな聞いてもらえたらいいんじゃないか。僕この格好してたら見えないわけじゃないですか。グリーンでこういう感じですね。なるんですよ。ってことはですよ、例えば濁音のとこでこうすれば、これが浮いてるように見えるわけですよ。グリーンバック人間と、相方、この2人で、今からフォントを作っていこうかなと思います。ぜひね、動画の最後で楽曲が流れると思うんで、皆さん拡散してください。よろしくお願いいたします。1日間ぐらい、さっきからなんかずっと似てんのいやだ、ずっとそこで話してたもん、さっきも。え、じゃあちょっとあっち来てもらっていいですか。ってことは、ちょっと火のとこ離れらんない今めんど微妙な。あ、いいじゃん。なにこれ、確か考えた。サングラスとかする、優しい確かにサングラスとかするなるべく再現しようとしてくれてんのね。絶対、絶対こうなってねえって。こんなでっかいこの十字に対してこんなちっちゃい点っておかしいでしょ。はい、せーの、たすごい、せーのとかいるすごい、ガムテープに腹に、ガムテープで腹にバッと貼られてるんだ俺今あ、いいよいいよいいよ、全然じゃねえ、うわもうあんな、なんなんこれ。はい、せーの、まあ、で毎回言う必要あるこれ。1 2 2 2 2 2、せーの、2、はい、逆です。お前がそうやってやったんだせーの、かさ、話しかいいもの作るんで出た、いるわそういう人、いいもの作るから。屈辱的な、すげえ腹立つわおい、ポンってやるポンってやる必要はないからなあなんで見てぬくはい、うーピース、ピースいや、これいるピースとかはもうダブルピース、ダブルピース文字じゃなくないW じゃんWe'll be right back.
あ、オッケーです、オッケー。あ、いい、これいい、これいいわ。こんなのある？こんなひらがなある？あとはやっとくんで大丈夫なの？何してる？あ、大丈夫です。俺のツッコミが今後、はい、こういう文字になってる、文字になっていっちゃった。あと、まあ、なんかもう一個あるよみたいな。何？あと、なんかもう一個あるよ。何？もう一個あるよ。やめろよって、なんからじゃあやめろよ。じゃあやめろよっていうことで、どうぞって行こうか。じゃあ、はい、それでは、はい、トミーフォントが出来上がったと思うんでね、はい、見ましょう。どうぞ。たまに重なり合うような僕ら、扉閉じれば明日が生まれるなら遊ぼう一緒に。うちで踊ろう、一人踊ろう、変わらぬ鼓動弾ませろよ、生きて踊ろう、僕らそれぞれの場所で重なり合うよ。うちで歌おう、悲しみの向こう、すべての歌で手をつなごう、生きてまた会おう、僕らそれぞれの場所で重なり合えそうだ。皆さんぜひ高評価拡散よろしくお願いいたします。ということで以上、今日の水さんやんだでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。失礼した。